袴田くんか。しげ子を頼んだぞ。は？お父さん、袴田くんって素敵でしょ。お父さんって、いや、なかなかのもんだ。ちょっと、何のことですか？何のこともそんなこともないだろう。そんなことだな。いやだ、お父さんたら。おい、ちょっと、これ何なんだよ一体。いやだ、袴田くん。今日は私のお父さんに会って、しげ子さんをくださいって言ってくれるって。誰が？誰がって、いやだ。お父さんの前で照れちゃって。しげ子、そんなに袴田くん責めたらかわいそうだろ。ちょっと待ってくれよ。誰がそんな約束したよ。だから、いつ俺がそんな約束したよ。それはどういうことかね、袴田くん。いや、だから僕は何のことだか。何？嘘つき。おい、なんだよ。騙したのね。え、ちょっと、俺が何騙したんだよ。何言ってるんですか。僕は何もしてませんよ。人の唇を奪っといて。貴様、この代々続いた雲之助の一人娘をご先祖様の目の前でよくも生き恥かかしてくれたな。何言ってるんですか。ここは僕家じゃないですか。ヘリクトコレラ、どこがヘリクトなんだ。それに一体あんた何なんだ。人んち勝手に入り込んで。黙って聞いてりゃいい気になりやがって。いい気になってんのはあんたたちだろ。己も許さん。かくなる上は貴様、覚悟はできておるんだろうな。なんだよ、覚悟って。お父さん、それだけはやめて。うるさい。やめて、お父さん。話さんかい。なんだよ。しげ子を嫁にするんだ。え、やめて。しげ子を嫁にするんだ。しげ子は最高の女だ。ダメよパパ。しげ子をもらうぞ。しげ子は美人だ。しげ子の旦那になりたい。しげ子をもらうぞ。しげ子は美人だ。しげ子の旦那になりたい。しげ子をもらうぞ。しげ子は美人だ。しげ子の旦那になりたい。このままでは。しげ子の旦那になりたい。しげ子、何をするんだ。私はお前のために。もういいのよお父さん。しげ子はこんなことまでして袴田くんと一緒に仲なりたくないわ。袴田くん、ごめんなさい。パパも私のことを思ってしたことなの。許してあげて。お願い。いや、別に。いや、ま、だから。結婚してくれるの？え？私は最高の女、私は最高の嫁、私は逃げない、私はあなたのもの。好きに奪って、あなたのものよ。結婚してねと言って。結婚してた。